ソビエトのユリア・ボロビエワ、ソビエト女子のエースです。17歳。トリプルトーループは、あ、フリップですね。フリップでしたか。ループジャンプ。ちょっと練習の時よりはスピードがないですね。ループは成功です。ダブルルッツからダブルアクセルですね。ダブルアクセル、スピードがなくなっている。ソビエトの高校生ユリア・ボロビエワ。今日はちょっと練習の時に比べて元気がなかったですね。あのバイオリン、スラブの哀愁帯びたメロディーが流れておりました。広島市総合屋内プール。まあ、一つにはですね、あの伊藤選手のようにですね、素晴らしい選手の後に滑るというのは非常に難しい部分がございまして、あの非常に自分でいい滑りができればですね、いい得点がもらえるんですけれども、あの逆に悪いとですね、すごく差がついてしまうんですね。やはり独特のこうなんか雰囲気があったかもしれませんね、彼女の
あの出場前にはそうですね、今年春行われました世界選手権の第10位八木沼選手に代わってフリーで健闘して順位を10位と上げております。まあ、将来性の非常に豊かな選手ですが、好きなものは何ですかと聞きますと編み物、料理はどうですかと聞きますと、うん、時々とニコッと笑いながら答えておりましたから、それほど、あまりやらないんじゃないかと思います。ボロビエバさんの得点、さあ得点が出ます。テクニカルメリット 5.3 5.2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 
そうですね、ちょっとも前半に特に固まってしまったという、ちょっともったいなかったですね、まあ、これをマスターしてきますとかなり世界的にも上位に食い込んでくる力を秘めてるんじゃないですか。そうですね、あともう少しやはり一滑りが伸びてほしいですね。一滑りが伸びるっていうことは、はい、まあ、エッジによく乗ってるということですね。アーティスティックインプレッションもご覧の通り、ボロビエは現在第4位です。伊藤、ボナリ、八木沼、ボロビエは。